はい、それではね、前回の FF4 の続きですね、パート5。今回、地下水脈のですね、ラストまで行ってみたいと思います。で、途中でね、テントで回復していきました。で、途中の、まあ、敵はね、倍速で、飛ばしたいと思います。まあ、こういったマップはね、お付き合いください。あ、この下に逃げてね。あべ、いい絵をしてた。飛び降りますかね、ここで飛び降りるわけね。はい。で、どこ行けばいいんだ？まあ、とりあえず道なりにって感じ。まあ、この辺倍速でします。なんとか倒した。オセシウのレベルが上がった。レベル17ですね。で、まあこっちどこですか。動かしづらい、相変わらず。はい、結構入るね、あの経験値が。だからここ何かな、操作がしづらい。ハデスの兜、ちょっと待って、装備できる。ハデスの兜、セシルかな、兜装備ができないね、しかも。あ、できた。こっちにしよう。で、これ、テラとかに頭つけらんない。つけらんない。はい、わかりました。はい、これはハデスの固定。ってことは、ハデスの固定がまたセシルにつけられる。セシル。では戻ります。はい、敵倍速します。え、経験値が結構入る。知りたがり。毒消しとかないの？あった。リディアを回復させます。そう。毒を売っちゃったんで。ちょっと白魔法、まだいっか。ボス手前で回復しよう。まだ平気でしょ。の鎧ってことはまた装備ができる。というか白魔法しとこうか。ケアル。で装備。まあ、とりあえず最強でハデスの鎧になった。暗黒がなくなってくるのに。暗黒セシル。これは？エルメスの靴。誰のエルメスの靴って。セシル、エルメスの靴が装備できない。エルメスの靴ってなんじゃ。まあ、いっか。敵や。ティラがダメージを負ってしまった。ティアル。OK。いたー！タコ！
こいつっすね。オクトマンモス。で、弱点がなんか闇と、雷みたいなので、まあ暗黒とテラが3打で、リーダー回復闇、回復役みたいな感じでいきたいと思います。テラ。テラ3打。暗黒。3打。で、白魔法。205 HP どんぐらいあるんだろう。戦うどんぐらい食らう。暗黒で410食らうね。だいぶ黒魔法3だ。オクトマンモス戦うで、リディアは白魔法しといただければケアでしょ。エシルがどんどん攻撃を、あれは HP が減ってるって170。戦う。これ暗黒いつ切れんのこれ。イディアは回復で、あ、戦う。で、テラーは3だ。リディアとテラのね、HP 暗黒球の使い手。リディアとね、動きが鈍いよったわ。リディアとテラの HP が低いんがちょっと。やばここからじゃん。獣の一撃を侮るでないぞ。ケア。危ない。リディアがやられるとこだった。リディアが3だ。ちょっと待って、やばくね。リディア100ぐらいしか回復しないってことで、一回テラーで回復挟みます。二人でリディアとセシル、リディアじゃない、リディアとテラーで。まずい。白魔法ケアルラ、白魔法ケアルラがあったんだ。そうだ、ま、忘れてたわ。リディア、リディア逆だったな。セシルにケアルラ、あ、両ケアルラにしたんか。オッケーオッケー。戦う。え、めっちゃ食らってね、テラ。お、倒した。なんとか。まあ、弱点があったからありがたい。超もらえるじゃん。経験値3350って。リディア2レベル上がったよ。やば。テラも2レベル上がったし、ちょっとこれレベルアップなんだ。またあの、ダムシアに行ける。この滝の奥から表に出られる化石だ。お、出られた。オッケー。地下水脈クリアですね。まあ、動画短めですけども、ここで切りますか。ちょうどいいんで。はい。なので、第5回目ですね。地下水脈公安ということで、オクトマンモスクリアしたところで、一回ここでやめたいと思います。次回はですね、ちょっとレベル上げしてこようかな。レベル上げしていきたいと思います。まあ、第6回目はね、どこだ、あ、多分ダムシアン城行ってみたいなので、そちらからって感じですかね。行きたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。